懐かしい、待ってたよ待ってたよギフト。赤ずきんのやつじゃないか。こんばんは。懐かしの待ってたよギフトね。1年前か2年前か見たことある記憶はある。待ってたよ待ってたよギフト。村さん待ってたよ、ありがとうございます。こんばんは。おてもちゃんありがとうございます。待ってたよギフト。ウドムさん狼ギフト。固まる、やばい、重い重いよ。固まっ、もざってないかな。ありがとうございます。ケンジさん、お花ありがとうございます。新しすぎてまだは見えない人があるな。なんかすごく電波が悪い気する。やばい、テロップ入れるのも重い。こんばんは。赤ずきんちゃんか。え、ドラゴンボールさっきまで見てたよ。でもあれ私映画館で見たから、映画館で見たし、アマプラか何かでも見た、2回ぐらい見たので、アマプラかネットフリかなんかでも見たので。見れてる？じゃあ大丈夫か。でも一応まだつけてるけど。そう、アマプラにあるのか。そう、 2,3 回見たことあるんだよね。でもドラゴンボールのあるの知らなくて、普通にテレビつけてたらドラゴンボール始まったので、そう、さっきまでは見てました。1時間ちょい見ましたね。こんばんは。最近映画行ってるってタイムリー。ちょうどね、最近映画行きたくて、ここ一昨日ぐらい調べたら何も見たいものがなかったんです。今めっちゃ何もない、本当に何もなかった。見たいのある時はめっちゃあるけど、今何もなかったです。スルーパンさん待ってたよギフト、ありがとうございます。めっちゃ今何もない、本当に。なんかコメディーなホラーみたいなのもあったけど、ハロウィンっぽい、それが一番まあ見るとしたらまあそれかなぐらいかな、ぐらいに見たいものはなかったので。面白い系の海外の、そうそうそう、それビートルジュースみたいな、まあ見るとしたらまあそれかなぐらいの感じで、見たいっていうものはなかったから。映画はね、そう、年末年始とあと夏休み、夏めっちゃ見たいのいっぱいあった。今ちょっとね、今はちょっとなかったですね。
映画館めっちゃ行きたくて、行きたいと思ったんですけど見たいものがなかったから。こんばんは。踊る大捜査線。M44 さんお花ありがとうございます。こんばんは。お花、今日はなんか花束を抱えたスーツ姿のめっちゃニコニコな男性を見かけました、帰り道に。だからこの後素晴らしい夜が待ってるんだなって、ハッピーなオーラを見ました。ハッピーオーラ。なっちゃんとすごい花束抱えてめっちゃ笑顔の人がいる。渡されたかどうかわかんないけど、花束を抱えて自転車でスーツでめっちゃ笑顔で帰ってる人がいた。ハッピーオーラ。初めて見た、ドラマかよみたいな。仕事帰り。こんばんは。ツインテールにしました。なっちゃんスーツ似合いそう。急な、そう、ね、こっち大雨ね。広島も今はまあちょっと降ってますけど、昼間は降らなかったんですよ。まあ、ちょっと降ってたけど、なんか自分たちが外にいる時とか写真撮る時は降ってなかった。さすがでしょ、外いる時に降ってなかったという。晴れ女なので似合ってる？ツインテール。そう、宮島とは違う服。私家帰った瞬間に服脱ぐ人なので、そう帰って即脱ぎました服は。帰って一旦部屋着になって、これは配信用に来た。そう、帰宅して服脱いで部屋着のなんかレッスン着的なやつ着て部屋にいて、配信前に着替えた。結構乾燥する季節になってきたね。でも最近は雨が続いてるので、私の部屋の湿度 79% です。湿度高い、湿度高すぎ。お話し会追加しておきました、ありがとうございます。お話し会再販受付中ですので、ね、湿度高め。最近携帯がすごく重い。79です、 79% 湿度。めっちゃ高いよね、窓開けてるから。こんばんは。でもこれぐらいがいいね、喉が乾燥しないから。
じめですけども、大阪の宿取りました。お、早い。まあ早い方がいいね、来るの確定したら。すごい、うちも 70% 台ね。マジ70以上ありますよ、湿度。潤っていていいですね、ポジティブに捉えると。潤い、潤い。彼のリボン取り外し可能？どういうこと？ほどけるかってこと？これは取れないよ、取り外しはできないけど。卵サンドさん、待ってたよ、ギフトをありがとうございます。大阪、今日の服めちゃくちゃいいですねって、ありがとうございます。長袖です。大橋さん、お花ありがとうございます。でも今日の昼間はね、少し暑かったから全然半袖でいけた。めっちゃ悩んだんですよ、秋服で出かけるか夏服で出かけるか。一回秋の着て夏着て、でも準備してたらめっちゃ暑かったから、いや、これは夏で上着だなと思って、夏服に上着を持っていきました。けど上着着ず、結局意外と暑かったです。半袖でちょうどよかった。明日は暑い？ほうほう、大変だな、寒かったり暑かったり。本当だ、明日曇り。家とストレス違いすぎるね。そうだから服着るときにもう窓開けて手出して寒いかどうか確認した。夏服で行くべきか秋服で行くべきか、夏で正解だった。まだダスピダーニャさん、お花ありがとうございます。アキアンさん、待ってたよ、ギフトありがとうございます。5、6は長袖。あー、どうだろうな。うん、薄めの長袖とか、こんなこういう薄めの長袖とか、半袖に上着とかかな。こんばんは、ルカさん、お花ありがとうございます。お花、なんか5月みたいなギフトだな。赤ずきん、5月のイメージあるんですよね、勝手に。季節感5月。上着、そうね、薄い長袖か半袖に上着。でも意外と暑いよね、私暑がりだから。え、なんか赤ずきんちゃん5月のイメージある、なんでだろう。なんでだろうな、狼。私は暑がりです。ねひろさん、お花ありがとうございます。今日はなんでツインテラのって、特に理由はないですけど、今日はね髪の毛巻いてたけど湿気で取れたので結んでごまかしました。雨の日結構綺麗に巻けたんですけど、ちょっとだけ名残がありますけど。
ゆうたパパさん、かわいいギフトありがとうございます。おてもちゃん、かわいい、ありがとうございます。湿気がすごすぎてね、そう取れるよね。ムーランさん、ありがとうございます。奈良さん、ありがとうございます。名残、赤ずきんが5月のイメージなのは、私赤ずきんキティちゃんでしか見たことないよな、多分キティちゃん。それでなんかカレンダーがキティちゃんの赤ずきんが5月だったんだ、個人的な。サンリオが昔話をねやってるんですよ。赤ずきんはキティちゃん、ケロッピーはなんだったっけな、海に流されたら小さい人間がいっぱいいるところについてて、目覚めたらめっちゃロープで縛られてるお話の。ドムさん、かわいい、ありがとうございます。あ、ガリバー、それだ。そう、ケロッピーはガリバーで、キティちゃんは赤ずきんと不思議の国のアリス。サンリオで童話見てた人だから、そうだから、それで多分サンリオカレンダーの赤ずきんが多分5月とかだったんだと思う。病院のサンリオキャラクターとか勝手なカレンダーのイラスト。ガリバー、そうガリバーです。ケロッピーでガリバー言いました。私ケロッピーのガリバーしか知らないけど、ガリバー、そう小人がいっぱいのねところに流されてるんですよ。ケロッピーが起きたら小人たちに縛られてて、敵かみたいなに言われるの。ママさん、お花ありがとうございます。こんばんは。そう、ガリバーがケロッピです。揚げもみじはチーズとクリーム食べました。ガリバーが巨大化したんかな、どっちだったっけな。確かにその説もあるな。ちょっと記憶も薄れてる、そんな気もするな。一緒になんか引っ張ったりするよね、船を。揚げもみじ、牡蠣は7個食べました。7個、そう。でも2個入りの牡蠣食べたのだから、まあ9だけど、正確に言えば小さかったら2個身を入れてくれるんですね。だからまあその身を2ってカウントするなら9ですけど、ほら小さいと2個入れてくれる、12、ほら12、これね。キツネさん、タコありがとうございます。あ、ガリバーが巨大化してるのか。そうだから2回目も私2個入ってたよね。ほら12、ほら、まあ、これを1と数えるか2と数えるかですけど、まあ7か9ですね。でも2個入ってる方がお得感あるよね。2個入ってた。そう、なっちゃんが来たのもまた。牡蠣はなっちゃん好きだからね、飽きないね。だいたいご飯屋さん行ったらね、確かにもらえるけど。こんばんは。結構食べたよ今日は。
牡蠣をだから7か9食べたんと揚げもみじ2つとおやすみメールで送ったやつ、あれはなんていうんかな、ちぎり焼きじゃないわ、ねぎり焼き、ウインクしてって、はい、あのそんなもんか。あとうどん食べましたね、かきうどんいっぱい食べた気したけど、まあそんなものか、普通かな。かきうどん今日はサービスいい？ウインクぐらいなら私しますよ、いつもやってる。投げ中打ち場はしません、禁止です。投げ中打ちは投げてくるな。でほげなさん、にぎやくん、ウインクぐらいは無料です、ウインク。サービスいいとき、いやサービスいいって言ってないよ、だからサービスいいですねって言われたから、ウインクぐらいならしますよって答えたから、誤解です、誤解です。ヤスルパンさん、ウインクしてうちはありがとうございます。えい、はい、取れました、スクソタイムですよ。誤解です、サービスいいって言ってないですから。ミキヤクウインクしてうちはありがとうございます。えい、取れましたか、こんばんは。加工にします。はい。どうぞしてください。こんばんは。なんかいっぱい食べちゃったって思い込んでたけど、揚げてみたらそうでもないのかもしれないな。いや、どうだろう、ポジティブポジティブ。1回分の食事ぐらいか、食事量ぐらい。こんばんは、ゆうたパパさん、お花ありがとうございます。朝食だ、いっぱい歩いたからね。あ、でも1万歩ぐらいだな、言うて。あ、まあ今日は水族館には行かなかったから、水族館方面意外と歩いてないな。飲み物の量にもよる。飲み物は何飲んだっけ、2杯です。揚げもみじの時とうどんの時、2杯、少ない少ない。うどむさん、推ししか勝たん、ありがとうございます。神社も行ってないですね。いとしさん、お花ありがとうございます。うどんのお汁飲んでない。
飲んでないです、一口も。猫さん、お花ありがとうございます。しかもうどんは小にしたんですよ、だから多分半玉です。半玉偉いでしょ。値段変わらんけど半玉にしてみた、食べ過ぎたと思って。こんばんは。宮島めっちゃ久しぶり、1年ぶりぐらいになるんかな、1年半ぐらいかな、1年半。ね、塩分控えめ。アンナと以来行ってないけど、アンナがでも辞めるちょっと前ぐらいに行ったも気もするんだよね、記憶がないけど。記憶に行ってなかったっけな、3年ぐらいは連続で行ったんですけど、最後の宮島の記憶がないな。コロナ禍かな、コロナ明けぐらい。なんか穴子飯屋さんに入ったら、なんかお話禁止って書かれてあって、無言だった記憶はある。だからコロナが明けたぐらい、明けてちょっとしたぐらいかな。それの記憶めっちゃある。おしゃべり禁止ですって書かれてあって、その時が最後だったら多分2年ぐらいは行ってないかな、2年半とか。やはやはさん、お花ありがとうございます。今日はね、でも穴子屋さんお休みだった。結構お休みのお店多かった。そのことをここで喋っていいのかなって、おしゃべり禁止。どうだったかな、結構前からでもなんか緩和してる気するけどね、そんな最近だったっけ。ね、宮島で食べる牡蠣はちょっと安い、普通に本通りの牡蠣屋さんとかで食べる牡蠣よりもちょっと安いから。観光地のご飯ってめっちゃ高いじゃん、穴子飯とか2000円ぐらいいくけど、牡蠣は結構お得なんですよね。ね、他の食べ物は全然高いけど、お得じゃないけども、牡蠣だけは結構お得です。2個500円とかありました。2つお店行ったけど、2個500円のお店と2個600円のお店、2個500円なら結構安い方なんですよ。市内の牡蠣屋さんで食べたら3つで900円とかだから、まああんま変わらんけど、1000円ぐらい3つで350円1つ、300円とかなのでちょっとお得。おいしい。こんばんは。今日はね、初めてね、あの船で行ったんですよ、平和公園から出てる船、あれに初めて乗ってみました。平和公園から
宮島行きの船が出てるんですよ。今日スーパーでカキフライ買おうと思ったやめた。なんでやめたの？カキフライ美味しいじゃん。そう、直通の船。でも景色はね、みんな見えなかった、乗りながら。窓が高くて。市内のリバークルーズ、あれ席立っとくか、下の席から出て屋上に立っとくかせんと。窓はね、窓この辺にあるんですよ。だからこうやって見なきゃ見えないから、席から出て立っとくしかないな。結構スピード速いですよ。40分で本通りから宮島行けるから、かなりのスピード出てるから、立ってたら危ないけどな。景色見えなかったからちょっと残念って感じ。なんか船楽しめるかなと思って船にしたんですけど、そう、最速。こんばんは。税取られなかったよ。宮島に入る税でしょ、取られなかった。そう、スーパージェットぐらい早かったです。宮島口から宮島まで5分もかからんぐらい早い。船を楽しめるものだと思ってますね。多分思ってるやつと合ってるかな。本当に船っぽいやつ。たまにさ、なんか長い船で、あの船をさ、人が漕いでるやつあるじゃん。あれは思いっきり景色楽しめるじゃん。オープンな船で結構何人か、20人ぐらい乗って漕いでいくやつ。あれじゃなくて、そう、宮島にすぐ行くやつだったら景色見えなかった。なんかでもさ、平和公園のあたりさ、人が漕いでるやつ歩くない、たまに。 あっち系かと思ったけど、たまに見かけるじゃん、人が漕いでる。景色めっちゃ見えるやつ、オープンな、オープンしてるやつ、あれはね景色楽しめるだろうけど。今日のは海全然見えてない。スノーさん、ペンライトありがとうございます。まあ、宮島って結構乗り換え大変だから、そんなに行けていいなとは思ったけど、平和公園から宮島遠い？結構ね。一番でもコスパがいいのは電車とかで行くのがいいですね、広島駅から。けど結構大義ですけど、乗り換えとか。やーくん、待ってたよ、ギフトありがとうございます。そう、電車がね一番いいです。おてもちゃん、ありがとうございます。船はもう私たち以外全員外国の方って感じだから、楽しみに来てるって感じだね。観光、平和公園観光して宮島行くのにはめっちゃいい。パワー。まあ乗ったことないからね、船も楽しんでみようと思って乗ってみた。早くて楽しかったけど、めっちゃ早い、超揺れる。ハローって言いましたかって。うん、言ってないよ。そう、船に乗ってみたいなと思った。
経験です。タカさんバラありがとうございます。ね、めっちゃ揺れる。そう、今日平和公園にチータンがいました。チータン、宮島から宇品なら船使った？乗ってみたいと思ってますとか判断材料。そう、座ってたら海見えない、景色見えないです。窓が上にあるので。でも上に立ってていいか分かんない、すんごい速いからダメな気もするけど、もう平和公園に観光しに来た人があれで宮島行くって感じの。外国の方からしたら分かりやすくてめっちゃいいと思うね。電車も分からんじゃん、だからあれに乗ればもうちょっと割高だけど簡単に行けるから、その点ではめっちゃいい。電車の乗り換えとか欲しいので、本通りから行こうとしたら2回乗らなきゃいけないので、ね、チータンっていっぱいいるらしいよ。なんかツイッター見たらチータン広島みたいな、いろんな県、いろんな県にいるらしい。私がたちが出会ったのはだから広島のチータンです。それは内緒？え、内緒じゃないよ、思いっきりツイッターがめっちゃあるから。チータンって調べたらなっちゃんとチータン広島みたいな、チータン何々、チータン何々みたいな、もうオープンにしてる。めっちゃツイッターがめっちゃある。だから、あ、遠くから来たんじゃなくて広島のチータンかと思って。なんかチータンがどっかから来たんかと思ったらどうやら広島のチータンっぽかったです。チータンアットマーク広島みたいな。たけるくん待ってたよ、ギフトありがとうございます。すごいね、でもいろんな県に置けるって。有名じゃないとできない。チータン広島、アドルさんかわいいギフトありがとうございます。そう、広島にチータンいる。ハロウィンおままごと in 広島、10月13日。お菓子大作戦だってチータン広島10月13日、イベント結構いろんなところにいるんだね。初めて出会ったよ、アドルさん、かわいい、ありがとうございます。読んだかな、読んだ気する。広島のいろんなところにいるわ。今までよく出会わんかったな。本通りも定期的にいる。めっちゃ本通りでお散歩。たまたま出会わなかっただけで
よくいらっしゃるのね。こんばんは。チーター探し。ドラゴンボールが終盤、終盤なんかな。こんばんは。チーターめっちゃフォローしてるよな。すごいよね。みんなチーターだって言ってたから、チーターの認知度すごいわ。修学旅行生、今日修学旅行生めっちゃいた。本当にめちゃくちゃいた。修学旅行生、平和公園も宮島も懐かしい気持ちになりました。そう、キャラのチーターです。チーターがいたんですよ今日。懐かしい。修学旅行生がお土産をめっちゃ選んでるシーンを見て懐かしい。小学生の時お土産コーナーのキーホルダーコーナー見るのがめっちゃ楽しみだったからね、懐かしいなって。キーホルダーめっちゃ見る。小学生はあのキーホルダーコーナーがめっちゃ好きなので、あそこお土産コーナーに行ったら絶対キーホルダーコーナーに行く。わかる。今年の残りの目標、あ、でもあと2ヶ月やば。今年もう短いな。2ヶ月だったらできること少ないな。え、今年もまあ10月入れたら3あるけど、やばくない？もうすぐ明けおめ。あ、ドラゴンボール終わった。早っ。いいね、ありがとうございます。キチネさん、修学旅行どこ行ったって。小学校は大阪とか奈良とかあの辺です。京都とか金閣寺とか。中学校も大阪です。合ってるかな。金閣寺とか奈良とかで、高校生は東京です。だから広島意外と行ってないんですよ。だいたい瀬戸内の学校はさ、結構広島行きがちじゃん。なっちゃんとかサラピとか、サラピはどうだったかな、結構メンバーが修学旅行で平和公園来たことあるって言ってるけど、意外と広島じゃなくて大阪。ゆうたパパさん、くま、ありがとうございます。ルイさん、お花ありがとうございます。クリスマスケーキ頼まなきゃ。翼欲しいさん、愛してるギフトありがとうございます。愛媛から近い、でも山口の人が行ってるんですよ。変わらんくない？大阪だった。広島、でも記憶ね、もうほぼ消えてるよ。小学校の修学旅行何したかなってぐらい、まあ、ユニバ行ったんですけど、小中ユニバで高がディズニーです。ユニバ
小学校の修学旅行のユニバで買ったなんか小さいぬいぐるみみたいなのまだあったんですよ。この前掃除してたら出てきて、あ、これ小学校の修学旅行で買ったやつ、懐かしかった。捨てたかな、結局どうしたんだっけな、取ってたっけ、さすがに取ってた、取ってるかな。今はもういないキャラクター、クマの、当時流行ってたクマのエルモかぶってるぬいぐるみマスコット、撮ってるかな、どうだろう。あ、実家にじゃない、ここにあったんですよ。ここに実家はもういろいろありますよ。小学校、中学校、小学校はないな、中学校ぐらいからのは全部ある。こんばんは。高校、東京、やっぱ大阪、東京なりがちだよね。長崎、東京はね、東京タワースカイツリー来ましたね。まことさん、お花ありがとうございます。あとね、原宿、原宿でカラフルわたあめ食べたし、プリクラ撮ったりしました。原宿めっちゃ可愛いなって、あなた今日配信来ないって言ってたじゃん。ディズニー行きましたよ。 C です、ディズニー C。 何したっけ、ディズニーでダッフィー買ったっけな。あの頃はダッフィーがハマってて、ダッフィーはディズニーでしか買えないから絶対ダッフィー買わなきゃと思ってダッフィー買った。実家いろんなものあるね。でも中学校以上しかないわ。小学校の時のおもちゃとか逆に残っててほしいけど、そういうのはもうなくて、中学校以上の教材ぐらいしかないね、一番欲しい懐かしのおもちゃは全部なくて、教材、中学の教材とかしかない。こんばんは。何？買ってないです。いいまつげ。こんばんは。まつげ伸びた気する。こっちめっちゃ長くない？これ自まつげです。自分の。こんばんは。木の刀？それでも男の子が買いがちなやつじゃない？男の子は小学校の修学旅行でユニバ行ったらハリーポッターの剣買いがち。剣とか買いがちだよね。剣とか刀。マツパはねするけど最近はしてない。なんか特になんもないから。今日はなんでバッチリメイクって。でも今のところまだ10月は毎日メイクしてる。3日目、毎日メイク3日目です。あ、杖か、ハリーポッターの剣って言った私。
なんでそうあれ買うんだろうって不思議に思ってた、ね、で帰りのバスでみんなが自慢するじゃんね、ハリポタの杖をみんな買ってて、あれの良さは分かんなかったけど、あ確かに30からメイクしてるか、30そうだね、毎日メイク、ハリポタの杖買いがち、帰りのバスの中でみんな魔法唱えてた、ね、男の子はね、女の子はぬいぐるみとかカチューシャとか、ぬいぐるみだよねやっぱ、ぬいぐるみマスキーホルダー、ふい、ちょっと男子とか浴衣でしたかって、うん、見て見ぬふりです、なんだありゃ、ぬいぐるみでした、マジ女兄弟がいないのにぬいぐるみ好きな男の子珍しくない、愛されて育ったんだね、ぬいぐるみ与えられたってこと、与えられてた、宮島でローソン行ってないです、セブン、こんばんは、いとこがみんな女の子、なるほどね、男兄弟だけだったりしたらぬいぐるみにはまらんよね、私の弟は私がいるから一緒にぬいぐるみ買ってもらってたりしてた、普通にぬいぐるみの取り合いとかもありましたしね、女兄弟いたら好きですよぬいぐるみ、弟は相棒のようにしてたぬいぐるみありますから、常に抱えて一緒に毎日寝てたぬいぐるみ、相棒、猿のぬいぐるみの猿さんです、サルさんは何年もずっと一緒に、妹は逆に少女漫画読まなかった、おー確かに、少女漫画私もそんなチャオとか読んでたけど、あ、合体ロボットね、懐かしい、合体ロボットあるよ私の家にも、自分姉がいるからぬいぐるみ好きなのかってそう、きっと多分姉の影響あるよ、一緒に買ってもらうじゃんぬいぐるみ欲しいってな、弟も僕これ欲しいってなって、ぬいぐるみごっことかしてたんじゃない、おままごと、その影響ですよきっと、合体もののヒーローのやつまだありますね、名前忘れたけど黄色と赤と青の合体したらヒーローになるやつとか、わかる、わかる、忘れてた記憶を呼び戻さないでくださいって、楽しかった記憶、ぬいぐるみ好きでしたか、ぬいぐるみ、はいって可愛いじゃん、ぬいぐるみ好きだったんだ、やっぱ姉がいたらそうなるのか、ぬいぐるみ与
えられるもんね。ぬいぐるみでは死んでません。マジ？いや、ぬいぐるみは可愛いですよ。今になっても、今でも全然可愛いじゃん。ぬいぐるみって癒しだよ、癒し。くまちゃん、小さい頃からずっと持ってるプーさんのぬいぐるみがいますね。あるよね、そういうの。私もくまがいます、家に、実家に。弟はサルさんで、私はくまです。くまちゃんピアノの上に置いてる。ぬいぐるみは捨てにくいので好きになっちゃいけないものでしたって。深いな、なんかあったんかな。私はくまちゃんの、私のくまちゃんの名前はくまちゃんじゃないんですよ。もう宗行家の名前つけるあるあるでいくと、クマのぬいぐるみはクマちゃんなんだけど、そのクマだけを名前つけてて、タコクマ。捨てるのに困る。わかるわかる。もう捨てなくていいんじゃない、一つや二つぐらい。自作のクマのぬいぐるみ、すごいね。カメキチとかサルさんとかもそのまま、つけがち。ぬいぐるみ捨てれませんか。でもあんまね、思い入れのないぬいぐるみは捨てれますよ。なんか自分でゲームセンターで撮ったとかなら全然捨てるけど、自分で買ったやつとかは全然捨てれるね。ぬいぐるみ、ゲームセンターで撮ったはめっちゃ捨てやすい。チャームはね、いますよ、ここにずっと。人からもらったり買ったりしたら確かに捨てづらいかも。チャムと仲間たちいますよ。トゥルルルントゥルルントゥルルントゥントゥントゥン。あれ、これボブやっけ。チャムじゃなかったっけ。チャララン、チャムです。画角に映したらいいのか。ちょっとプレゼントを、よいしょ、ここにプレゼントを入れてるかな。ずらして、よいしょ。あらあら、あらあら、ここでいいんじゃない。パモおるよ。パモ、入れてみました、価格に。事務所寄ってないのって、今日は寄ってないですよ。パモ、次寄るのはいつかな。
6か7か。あーでも急ぎで取りに行かなきゃいけないのか。届いてるかな。こんばんは。明日か。明日。愛媛県民祭。まあ、愛媛の日に行けないかな、どうだろう。5に行けるかもしれんな。聞いてみよう。いつでもなんか愛媛までに受け取ってくださいっていうプレゼントがあったから、そう、それを忘れかけてた。危ない。届いてるのかな。ね、明日だわ。こんばんは。ちいかわゾーン。ちいかわゾーンでもプライベートすぎるんだよね。返却された。え、そんなん書いてた。ちいかわゾーンはインターフォンの下なんですよね。だからそこは配信スペース。こんばんは。プライベートゾーン。あとテレビ台とか。微妙なところにいるのですよ。テレビ台と、あの、一回見せたじゃん、あの、本棚あるんですよ。ウォーターサーバーの横に。そこの本棚にある。返却されたのはあの口に加えるやつじゃなくて、口に加えるやつは返却の電話かかってきたけど、あの、そちらで使ってくださいって言いましたみたいな。それな気する。こんばんは。愛媛グッズはね、返却されない。口に加えるやつですね、それは。水の消費量減りましたかって。減ってないですよ、全然。減ったかな。ぼちぼちって感じ。今日もさっき入れました。まあ1日に3杯4杯ぐらい。ちゃんと飲むには飲んでますけど。でも確かに真夏と比べたら減りは遅いかも。来月止めとこう。再来月にしよう。いや、毎月2です。2本。ですけど止めれるんですよ、1ヶ月は。だから2ヶ月に2本って感じかな。でも先月は足りなくなったから1ヶ月2本を2ヶ月しましたので、1ヶ月2本です。でも足り、まだ1つあるから10月は1回休みにして、次は11月。
大体は2ヶ月に2本かな、1ヶ月1本ペースで。2ヶ月に2、夏は1ヶ月に2です。夏はめっちゃ水飲んだ。お湯割り、お酒、あったかいお酒か、あんま飲んだことないな。お湯割り、水のタンク効果重いけど平気かしらって。私意外と力あるので平気です。言って15キロなので、15リットル、15キロ、気合でよいしょってやってる。よいしょと乗せるだけだから、気合で持ち上げるさえすれば乗せるだけなので簡単です。重い、15キロ、重いんかな。まだまだ持てます。片手でも持てるよ、あの持ち手があるから。まあ、ちょっと重いぐらいかな。まあ重いけど、そう、結構顔のこの辺の高さまで上げなきゃいけないんですけど、セットするのにウォーターサーバーと上から上にセットするやつだから、15キロをこの辺まで持ち上げる、自分のこの辺か、120センチとかまで持ち上げて、よいしょって感じ。確かに持ち上げるのは大変なのかもしれないね。でも一瞬だから全然いけます。米30キロも持てるよきっと。重たいティンパニー一人で持てますもん。二人で運ぶやつ一人で運べるんですよ。意外と力持ちなんです。なんでだろう、遺伝かな遺伝かなって。お母さん力持ちだし、お父さんも力持ちなんで。私ティンパニー打楽器だからティンパニー運んでたんですけど、ティンパニー一人で運べます。結構重たい、あれも十何キロとか。キャスターで転がすんじゃなくて持ち上げるので、ティンパニー階段は持ち上げです。階段、え、そう今思ったら中学校の音楽室とかってさ結構最上階にありがちじゃん。でもエレベーターないから階段も降りるんですよ。だから抱えて階段降りて、もう何回分も降りてました。モテちゃうんですよ。頼もしいでしょ、ね、音楽室でも上にありがちだから、もうなんかコンサートあるたびにあれを上から下まで階段降りるのが一番大変。中学校ね、でも自分らが3年生の時にエレベーターできたから、今はエレベーターで楽勝に運んでるんだろうなって思ったら、おいって思いますね。あれを頑張って運んでこそ吹奏楽部なのに、
懐かしいって。くまぽんさん待ってたよ、ありがとうございます。あれを運ぶのも一つの思い出、楽器運びが重いっていう。そうなんです。こんばんは。エレベーター後付けできるよ、工事したら。すごいよね、2年ぐらいかけて。エレベーターか、もう明日金曜日か、早いな。今週も早かったな。ね、もう金曜日みたいな。早いな、やばいな。もう10月3日、明日4日、もう10月も4日だ。早いものです。待ってたよ、ありがとうございます。ライスさん、土曜日は夜配信。あ、愛媛か。そうですね、夜配信、夜やります。こんばんは。日曜日も夜できるよ。あ、でも夜遅いんか。確かにそれは分かんないな。21時まで、な、結構遅いな、長いな。21時、部屋の湿度が 80% になってる。すごい。花火見られるのかなって。え、見たいよね、花火見れるんじゃない、さすがに。そんな、そうだよね。こんばんは。配信の時間はゆっくりだ。1週間終わるの早いけど、配信の時間、配信の時間ゆっくりね。今日結構時間の流れ遅い、遅く感じる。あ、でもちょっと早めに始めたのか。
今1時間かと思ったけど1時間20分ぐらいか。高典さん、お花ありがとうございます。そうだね、だからか。日付変わる前に帰れるかどうか。確かに月曜からお仕事だったらみんな大変だね。大変だそれは。じゃん、最近ハマってる味のりです。味付けのり、味のりっていいよね。今食べたかったけど一旦やめよう。たまに食べてる、目についたら食べてる。味のり、そう、これは牡蠣醤油ではなく愛媛のやつ。牡蠣醤油のやつあれ美味しいよね、めっちゃ。夜はやめましょう。厳しいね。味のりくらい大丈夫じゃない。かき醤油美味しいよね。でも味のりってしまい込んだらマジで食べないから、もう机の上に置いてる。小さなことからね、本当に食事制限できる人すごいなと思う。私は余計に食べちゃう、なんか制限しようとしたらなんかやばいって思いながらなんか頼んでしまうんですよ。多分何も考えない方が食べない。逆に今日もいっぱい食べてしまった、やばいって思ってたのに夜ご飯食べちゃってやばいやばいやばいって思いながら食べちゃうから、余計に。だから食事制限できる人本当にすごいなって思います。もう本当に甘おにぎりのりパリパリ派。まあでも冷静に考えたら夜ご飯食べちゃ、夜ご飯食べても別にいいじゃん。でもなんか余計にやばいって思い込みすぎてなんか違うもの食べちゃう。夜ご飯食べてしまった。夜ご飯を我慢できないんだよね。夜ご飯を抜くってことができないかも。どうしようね、意識しすぎたら食べちゃう。意識せんときはもうお腹いっぱいやけん夜ご飯いらんってなるけど、意識してるときはなんかあんまお腹空いてなくても夜ご飯は食べなきゃと思って食べちゃう。意識してないときは実家にいるときとか、今日は昼食べ過ぎたから夜食べないみたいな。逆に意識した方が食べちゃうんです、夜ご飯。あんまお腹空いてないけど食べようって思っちゃう。意識しすぎて食に興味持ちすぎなんですよね多分。意識してない時はそんな食に興味ない、興味持たないじゃん、意識してないから。でも食べちゃダメだって思いすぎて食べ物のこと考えてる時間長すぎて多分食べちゃう。やばい食べすぎたかも、どうしよう
食べ過ぎたけど食べていいかなとかずっと考えてるから食べてしまうけど、本当に興味ない時はあご飯食べるの忘れてたみたいな感じになるじゃん。だから考えすぎたらもうご飯のことしか考えてないから、マジで18時ぐらいからずっと余計に頼んじゃう気もするんだよね。むずい。本当に何も無関心な時はあご飯食べてないやとかなるけど、食べちゃダメだって思った時そう考えたらなる。考えないとできないから難しいよね。たまにご飯食べるの忘れる？すごっ難しい。ご飯ね、夜お腹すくもんな。夜耐えれんよな。朝昼は全然抜けるんですよ。夜は無理です。朝昼は余裕ですね。夜だけはちょっとね絶対食べたいんです。夜ご飯だけは食べたい。朝昼、朝はなんか別に何も食べなくていい。昼もまあ耐えろって言われたら耐えれる。夜ご飯を楽しみにして昼を耐える。全部食べたい、それが一番いいよ、健康的。夜空腹で寝れないよ本当に。すごい寝れる人やっほー。完食ねえ食べたいよね。お疲れ様です。こんばんは。現在雨か。雨。完食得意？私も。痩せているので現状維持でって。優しい。もうちょっとは痩せたいですけど、明日までに痩せようと。こんばんは。ね、空腹寝れないよね本当に。お腹空いたしか頭になくなって本当に寝れなくなるので。こんばんは。はじめましてだと。寝る前に食べるのは良くないね。でも寝る前は食べないよ。ご飯食べた後2時間3時間ぐらい寝ないようには意識してる。もし配信後に食べてしまったら2時間は寝ないですよ。寝ないようにはしてます。お風呂に長風呂してまったりして2時間ぐらい寝ないです。配信後にご飯食べることあんまないので、0時までしたら、8時に配信したら
配信後に食べるけど、9時半に終わったりしたらこの時間に始めた後のご飯も食べないから、この配信中にも消化してるじゃん。配信4時間ぐらい起きてるかもね。こんばんは、エレメンツさん、待ってたよ、ギフトありがとうございます。こんばんは。お茶を早く冷やしたくて冷凍庫に入れた。シャカシャカになってる。シャカシャカ。お茶。お茶アイスです。氷。お茶アイス。冷たい。飲み物冷たい派なので、常温じゃなくて。シャーベット、そう、まあ、早くね冷たくしたかったの。配信前に入れて1時間半ぐらいでいい感じ。うわ、落とした。いい感じです。冷えた、冷えたお茶が飲める。23時46分、そろそろ終わりにしようかな。大丈夫のお茶です。私大丈夫なお茶飲まないよ。こんばんは。最近はお風呂のお湯が冷めるのが早く感じるから、ちょっと温度上げて入ろうかな。ね、早いよね。もう冷めてきた。髪の毛ヘブン。じゃあ団地見ます。13位ケンジさん、12位ムーランさん、11位モマさん、10位アキアンさん、9位ルカさん、8位翼星さん、7位キチネさん、6位おてもちゃん、5位ベホゲナさん、4位ゆうたパパさん、3位ヤスルパンさん、2位ミキヤくん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ね、お湯が冷めやすくなったから長風呂できないので、ちょっと上げて入れよう。あけー、2度ぐらい上げようかな。1度ぐらいでいいかな。2度かな。2度いこうかな。おやすみなさーい。あげー。温まるバブ。最近ね、キキ湯を使ってるんですよ。キキ湯。ということで、おやすみなさーい。お話し会待ってまーす。再販受付中でーす。大阪も待っておりまーす。